川島慶三、川島慶三、川島慶造、1983年10月5日帯は、長崎県佐世保市出身のプロ野球選手、内野手、外野手、右投げ右打ち、福岡ソフトバンクホークス所属。1983年10月5日に、長崎県佐世保市で生まれる、佐世保市立東小学校では1年生の時に、ソフトボールを始め、 佐世保市立朝日中学校1年生の時に軟式野球をはじめ一番三類種として活躍した。佐世保実業高校では遊撃種二類種として活躍し4期連続九州大会に出場した。高校3年の夏の県大会ではベスト8に入ったが甲子園出場はかなわなかった。九州国際大学法学部法律学科に 進学した、九州六大学リーグでは、二類種として、早くから頭角を表し、二年秋と三年春に二期連続で、首位打者となった。四年秋には、本類打王も獲得し、MVP に選出された、大学通算打率、408と、同リーグでは、圧倒的な打力を誇り、九州ナンバー1の野手と、評価されていた。 2005年の11月18日に行われたドラフト会議大学生社会人他護対象で北海道日本ハムファイターズから3巡目指名を受けて入団は指名時点で球団は外野手として期待していたが川島が二塁手を続けることを希望した春季キャンプは一軍で開始した2月26日にオープン戦初打席で場外 サヨナラスリーランホームランオホーなど勝負強い打撃と堅実な守備を見せ開幕一軍の座を掴んだ4月2日の対オリックスバファローズ戦で7回に代打としてプロ初出場し山本翔吾相手に中飛で倒れそのまま左翼手として守備についた4月3日に一旦抹消され4月14日に再昇格すると4月15日に敵地 福岡ヤフージャパンドームで行われた対福岡ソフトバンクホークス戦で9回から大打都市出場し、延長12回同点 1C13 塁の場面で、マハラ・タカヒロにショートゴロを打たされたが、チームが禁止していたヘッドスライディングを観光して、セーフとなる間に3塁走者小笠原道大が生還し、同試合の決勝点を挙げ、これがプロ初打点となった。また直後に、マハラ、 山崎勝美バッテリーからプロイル初投類も記録した。4月16日の同カードで1番2塁手として初の先発出場を果たし、7回に杉内俊也からレフト前ヒットでプロ初安打を放ち、フェルナンドセギノールの2塁打で生還し、プロ初得点も記録した。4月22日の千葉ロッテマリーンズ戦で本拠地札幌ドームで初出場し、調子は続かず打率。 130となったところで5月12日ににぐにえ、降格。7月20日に東京ドームで行われた、フレッシュオールスターゲームに6番、右翼手で、先発起用され、4打数無安打だったが、2回にショートゴロで、チーム初打点を挙げた。8月3日に再昇格すると、8月6日の対埼玉西武ライオンズ戦で4回に、代打で起用され西口文也から二塁打を放ち、 代打での初安打記録し、7回にも再び西口から二塁打を打ち初のマルチヒットを達成した。8月20日に二軍に降格し、9月16日に再昇格すると、同日の対千葉ロッテ戦では9回に代打で出場し、ジャスティン・ミラーから二塁打を打ち本拠地初安打を記録した。リーグ戦一位通過を決めた9月27日の、 シーズン最終戦には、ダイソーでのみ出場した。1年目の先発出場は9試合、打率182でシーズンを終えた。守備面では失策はなかったが、内野手失格となり、5月以降は、外野手や指名打者で起用された。2軍では、リーグ6位体の9本塁が、207打数を記録した。プレーオフは2試合とも、ベンチ入りしたが、 出場機会がなかった。10月16日に抹消され日本シリーズにはベンチ入りできなかった。アジアシリーズでは11月10日、予選リーグ第2戦の対、LA ニュー b e アーズ戦に8番、左翼手で先発出場したが、ケニー・レイボーンに2三振を喫し、代打を送られ途中交代した。シーズンオフの12月11日に、一般女性と入籍、は、 前年の契約公開の席で外野に専念したい、意向を球団に伝え、同年から外野手登録となった。春季キャンプで右肩を痛め、開幕は二軍で迎えた。6月14日に一軍昇格、7月9日に,に軍へ降格、9月11日に再昇格、9月17日に降格、9月30日に再昇格と昇降を繰り返したが、 工藤隆人の対等などにより10試合の出場、先発起用4試合に終わった。クライマックスシリーズ第2ステージは、第2戦、第4戦の2試合に出場した。日本シリーズは、第2戦から第4戦までの3試合に途中出場し、1打席1支球だった。1月11日、藤井修吾、坂本八太郎。 ミキはじめとの3対3の交換トレードで橋本義孝、押本武彦と共に東京ヤクルトスワローズへ移籍。2008年1月22日に入団会見を行い、背番号は期待も込められて零零となった。また、移籍により再び内野手登録に戻した。オープン戦で2位の打率を残し、開幕を一軍で迎えた。3月28日に本拠地。 明治神宮野球場で行われた読売ジャイアンツとの開幕戦で1番3塁手で先発出場し2回第2打席でタイムリーダーを打ち遺跡5発アンダー初打点さらに初得点を記録4回にはショートゴロで出塁して高橋久則安倍晋之助から遺跡5発盗塁も記録し高田茂監督のヤクルトでの初勝利にも貢献した 4月3日の対横浜ベイスターズ戦で7回に右手親指付け根の痺れで途中交代し東京都内の病院で検査の結果右手親指付け根の人体損傷と診断され4月4日に一軍選手登録を抹消された4月25日に再昇格すると4月26日の対中日ドラゴンズ戦で小笠原隆から4打数3アンダー放って プロ入り初の猛打賞を記録した。翌4月27日には、吉見和樹から4回、第2打席に、レフトに、ソロ本塁打を放ち、これが、プロ入り初本塁打となった。4月30日の対阪神タイガー,アース戦でも、猛打賞を記録し、4月終了時点では打率、333、42打数14安打だった。6月29日の対阪神戦では7回同点。 一 c 一三塁の場面で、代打起用され、ジェフ・ウィリアムスからレフトに、決勝打となる、犠牲フライを打ち、これが代打でのプロイル初打点となった。6月21日以降、ウィルソン・バルデスが足を、故障した、宮本晋也に代わる、遊撃手として出していたが、7月16日に、川島が、代打から、プロ初の遊撃手の守備についたのをきっかけに、 7月20日の大広島東洋カープ戦で遊撃手でプロ初の先発起用となり、その後声遊撃手の座を獲得した。8月31日から9月10日、9月12日から9月20日に8試合連続アンダーを2度記録するなど9月は月間打率378、74打数28アンダーと好調だった。規定打席に29打席足りなかったものの、 自己最多の百二十一試合、先発九十六試合に出場し、初めてシーズンを通して一軍に定着。リーグ七位の二十盗塁を記録し、盗塁成功率九百五十二一数二十一は、同年の十0盗塁以上の選手の中で、リーグトップだった。また同年は三月三十一日に北京オリンピック、野球日本代表の第一次候補選手に、 追加選出されたが、最終メンバーには選出されなかった。は、開幕を一軍で迎えて、4月3日の開幕戦から2番遊撃手として、先発出場、阪神との開幕カード第2戦、第3戦でプロ初の2試合連続本塁打を放つなど、好スタートを切った。4月19日の対広島戦では3安打4打点と、活躍した。4月21日の対読売戦で、 出身県、長崎ビクエヌスタジアムでのプロ初の出場を、果たしたが4打ムアンダと活躍はできなかった。5月13日の対中日戦では3アンダ4、打点の活躍をした。その後もスタメンでの出場を続けていたが、9月19日の練習時に古傷である右肘の痛みを訴え、出場選手登録を抹消され、そのままシーズンを終えた。翌年の開幕出場を希望し、 手術でなく保存療法を選択した。自己最多の116試合に先発出場し、クリーンナップ以外すべての打順で出場、初めて規定打席にも到達し、安打本類打、打点すべて自己最多を更新した。一方、投類は成功数、成功率ともに著しく減少した。は、2月に入っても回復が思わしくなかったこともあり。 春季キャンプ中に考えを改め、3月4日、群馬県立林市内の病院で、右肘の手術を行った。シーズンすべてをリハビリに費やし、1軍、2軍ともに試合出場の機会はなかった。は、開幕を1軍で迎え、4月12日の読売との、開幕戦に8番遊撃手で、先発出場したが、6回、第2打席で、 当の旬から右手に支給を受けて、負傷交代した。4月13日に、北九州市内の病院で、右手第後、中手骨の骨折と診断され、4月19日に、右手甲の制服固定手術を受けた。7月26日に一軍に復帰し、7月30日の、体読売戦では開幕以来の2番優撃手で、先発起用さ、 骨折の原因となった東野から初回に安打を放ち、同点の奏者として、生還。六回には勝ち越しの犠牲フライを放って、東野を降板させた。八月は打率、3八、8 26打数8安打と好調だったが、わずか一打点とチームの勝利に結びつかず、川端慎吾から、声優劇種の座を奪うことはできなかった。十月三日に、 右ひいの痛みを訴えて一軍登録を抹消され、10月20日に、群馬県館林市内の病院で人体再建手術を受けた。怪我の影響で、先発出場は9試合にとどまった。12月17日の契約交渉で、減額制限を超える年報、年俸55%ダウンの1200万円で、公開した。は、シーズンをリハビリに費やし、 一軍、二軍ともに試合出場の機会はなかった。は、開幕を一軍で迎え、三月二十九日の開幕戦では、守備から遊撃手で途中出場し、三月三十日から八番遊撃手で先発出場し、正遊撃手に復帰した。打率が二割を切ったのを境に四月二十日以降、控えでの起用も増え、遊撃手は森岡良介との併用となった。 最終的に101試合、先発出場61試合に出場し、本塁打も打ったが打率を大幅に下げた。は、右肩と右肘の違和感を訴えて、キャンプは2軍で迎え、3月8日の駿河台大,大学との練習試合で三塁打を放った際のスライディングで左手や指を負傷し、3月10日に東京都内の病院で検査の結果、 左手の母子抹節骨骨折と診断された。5月23日に一軍へ昇格し、ダイソーや守備での途中出場から結果を出し、6月13日のセパ交流戦、対東北楽天ゴールデンイーグルス戦で8番遊撃手として先発起用され、3回に二塁打で出塁指導点の奏者として生還した。続く6月14日から再び控えへ戻り、 7月13日から8番遊撃手で4試合連続先発起用された。7月14日の対読売戦では、宇都美哲也から決勝打となるタイムリーダーを放ち、5打席すべて出塁と活躍した。7月20日に、日高亮と共に、荒垣渚、山中博文との交換トレードで福岡ソフトバンクホークスへ移籍。2014年7月22日。 日高とと共に入団会見を行った。7月25日、ウエスタンリーグの対オリックス戦、福岡や福岡、ドームで3安打3打点の活躍により1軍へ昇格し、同日同球場で行われた1軍の対、オリックス戦の7回裏に、代打で移籍後1軍初出場を果たした。中山深夜に指揮を受けて出塁し、直後に中山、 伊藤光バッテリーから二刀を成功させ、遺跡後発盗塁を記し、今宮健太の内野安打により生還し、遺跡後発得点も記録した。7月31日の大楽天戦で、塩見高広から遺跡後発安打を記録した。8月13日の大楽天戦で、松井裕樹から遺跡後発タイムリーとなるセンター前、ヒットを打った。しかし吉村祐希の一軍復帰により、 翌日8月14日に二軍降格となりそのままシーズンを終えた。12月2日の契約交渉後に新入団した飯田哲也一軍外野守備総類コーチの勧めもあり、2015年は外野守備に再挑戦することを表明した。は、新任の工藤君康監督の方針で出場機会が増加する。77試合に出場し、移籍後発となるソロ本類が、 チーム最多となる4本の3塁打を記録した。クライマックスシリーズファイナルステージでは1、2戦で、セカンドで、先発出場を果たし、両試合で1安打を記録した。3戦目は、代打出場。フルスヤクルトとの日本シリーズでは、サウスポーの石川正則が、先発登板した第1戦と、第5戦に1番レフトで、スタメン出場を果たし、両試合で1安打を記録した。 初戦はタイムリーヒット。また、代打起用された第三戦でも安打を記録し、打率333の好成績を残した。は、4月3日の対日本ハム戦において、二塁ベース上で走者の田中健介と交錯し、右肩イ部を負傷したことで出場はわずか20試合に止まった。オフの契約公開では、同年限りで引退が決まった。 金子圭介から自身の背番号をつけてほしいと言われたことを明かし、2017年度からは背番号4をつけてプレーする。は、シーズン開幕を一軍で迎え、4月4日の大楽天戦で今季初出場。5月24日に福岡や福岡、ドームで行われた対ロッテ戦では、プロ12年目で初めての今季初本塁打となる。 先頭打者本塁打を記録す。6月16日のセパ交流戦、対広島戦での2号2ラ乱、6月28日の対日本ハム戦での3号ソロ、7月30日の同じく対日本ハム戦での4号ソロと4号までの本塁打をすべて左腕投手から放ち、9月2日の対楽天戦で6月23日の対西武戦以来の猛打賞を記録した。 西イサイの大ワン投手の打率が313とサワン投手に対して強さを見せ、主にサワン先発投手当番時のスタメン起用や左腕中継ぎ投手当番時の代打起用などで今シーズンはソフトバンク遺跡後最多の81試合に出場。打率264、5本塁打を記録しチームの2年振りのリーグ優勝に貢献した。 横浜 DNA ベイスターズとの日本シリーズでは、11月4日の第6戦、同点で迎えた延長11回裏、西一二塁の場面で、ライト前に敵地がお放ち、の西ブライオンズ以来、史上4度目のサヨナラ日本一を、自身のバットで決めた。シーズン中の7月12日に、国内 FA の権利を取得したが、11月10日、権利を行使しない旨を表明した。 プロ入り前は50メートル走のタイムは5秒7の、瞬速、遠藤110メートルの強肩の身体能力で、大学時代の通算成績は240打数98ンダ14本塁が、打率408だった。小柄な体格ながら、パンチ力を秘めており、右打ちにもたけた器用さを兼ね備える。投類成功率も高い、2014年終了現在で、 通算81.5%。内野、外野複数のポジションを務めることができるユーティリティプレイヤーであり、2015年シーズンには1、軍で1塁の守備につき内野すべてのポジションを経験した。なおその時、ファーストミットを用意できなかったため、外野用グラブを着用し1塁守備をこなした。佐世保実業高校では共に野球部でプレーしていた兄の川島が、 その後、競輪に転校して S 級プロ選手になっており、川島自身も指名されなかったら競輪選手を目指すつもりだったと入団時に語っている。大学時代に九州六大学選抜でハワイに遠征した際にフロリダマーリンズから獲得を打診されたことがある。甘いマスクであり入団一年目はスター候補として期待されていた。ドラフト指名時に 大学時代の伊藤健二監督は顔も評価されたと述べた。ヤクルト時代の同僚、竹内真一は明るくてムードが和む。ベンチの盛り上げ役と評価した。ヤクルトへ移籍する際に2007年まで日本ハムのゼネラルマネージャー、GM を務めていたヤクルト元監督、高田茂は川島を高く評価しており、出血覚悟で、 富士の名前を出したら乗ってきたとっていた。川島は入団会見で、高田の胴上げを目標に掲げた。ヤクルト移籍後、チームに同性の川島亮がいたことから、スコアボード表記が川島系となる。なお、2011年オフに、スケが退団した後も、川島系の表記とフルネームでの場内アナウンスは、継続されいた、ソフトバンク移籍後は再び、川島となった。 松本祐一と信仰が深く、2015年の日本シリーズ第5戦をもって松本が引退した際、試合後に涙を流しながら、松本の元へ駆け寄った様子がつば、苦労のブログに記されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。